家が近くて同じ学区内で高校してる時に音楽と出会ってバンドを組ん でそれからずっと音楽活動してて、で、僕ら自身が不登校だった時に、はい、そういう不登校の子が集まる居場所に週1回遊びに行ってて、うん、でその時にすごくあの安心できるというかあの心が安らいなので、なんか今そういうことできんかなっていうのがきっかけで、その中で僕らはこういろんな仲間たちと遊びをしたんで、釣りに行ったり野球をしたり、うん、彼が音楽ギターを弾けたん でその不登校の仲間たちといろんな遊びをする中で音楽と出会って、それを大好きになったんですよ。したらそれがすごく周りの人が喜んでくれたり認めてくれるきっかけになって、それが僕らの人生を大きく動かしてくれたので、なんかやっぱその好きの中に今生きづらさを抱えている人たちもその自分が好きなことに打ち込んだりとか、その中にこう生きていく可能性がたくさんあるなっていうので、好きと生きるって、まあ、僕らの人生の中でやっぱ好きがすごく人生の転機になったので、そういうなんか可能性をみんなにも感じてほしくて、出会いと好きですね、この2点がすごく僕らの中できっかけだったので、で好きと生きるという NPO 法人にしようと決めました。今回はオンラインの Zoom を使ったオンラインという場所でしたけど、普段はコロナのことがなければ、うん、あの多目的ホールみたいなところを借りて、はい、そこに3時間ぐらいみんなで集まってゲームをしたり、うん、雑談したり、あとあの僕らは楽器持っていくことが多いんで、楽器持っていってみんな好きに弾いてもらったりとか、で参加される方も自分の好きを持ってくるんですよ。なんか車椅子乗ってこられたボッチャの、うん、なんか遊びの意識を持ってきてくれて、みんなでそれを遊んだりとか、うん、好きな子やったら絵を飾りとか持ってきたりとか、うん、なんかゲーム機持って行ったりとかして、もう自分みんなが自分の好きなものを持って何持ち込んでもいいんで、うん、で自分が行きたいところでやりたいことをやる、その中でこう楽しい時間の中で出会う人たちのつながりが何かのきっかけになったらいいなみたいに思ってます。予約とか好きなことが見つからないって言って悩む声もよくあるじゃないですか、うんうんうん、なんかでもそれって、うん、あの僕が思うに誰かに認められるようなっていうことを前提に探すと見つからないってなるんですけど、結構日常に好きって溢れてて、あのコンビニで何飲もうかなと思って選ぶのも好きやし、うん、なんかもっと身近なものとしてなんか、うん、みんなが好きなものと出会ったり、自分の好きってものをなんかあの自覚というかあの、うんうん、知れるっていうようになればいいなとか、そういう思います。好きを持って外に出ると、うん、同じ好きな人がやっぱいるんですよね。身近とかでも自分に何もないって思ってくる子供たちがいて、でもゲームやってる普段、でもそれは何も誇れるものじゃないし、なんかその親とかにも認められない、そのゲームばっかやってみたいな感じで、でも身近に来るとそのゲームが好きなことがきっかけでみんなめちゃくちゃ長くなる。だそういう人に認められない好きでも自分が好きなものを持って外に出れたり、別にそれが誇れるものじゃなくてもいいんですけど、そこで出会えるものがなんかすっごいやっぱすごいあの人生のきっかけに、僕らもそうですね、みんなの好きなものを互いに認め合うことができたら優しいやろうな、優しい社会になるやろうなっていうのが大事なの。こういう活動してると人間みんな完璧に見えてくるんですよ。見守ってる人たちとか周りに大人っていい人しかいない、だからこう見守ってる自分もちょっとでも自分の中になんかその嫌な感情が出てきた時に周りを見たら、あれもうみんな完璧な人間で、なんか心からいい人で 善人でなんかその悪いとこないような人たちが活動をしてるように見えるんですよね、周りの。でも実はみんなその自分の中に葛藤があったりとか完璧なものが、ね、ないからこそこういう活動してるんですか、やっぱりこういうのって僕らもそうなんですけど、自分らが欠けてるものがいっぱいあるからこそそのしんどい人たちのために何かしたいって、なんか それぞれの本音みたいなとこをちゃんと出す場面めっちゃ大事だなと思うんですよ。やっぱ綺麗な世界に言うために考え続けることがも答えなんで、うん、もうそのとにかく問題定義をちゃんともう大人に投げかけでしていくことがなんとなく僕らの中では正解かなと思ってて、だからこう好きと生きる本人がこれと触れたことで本当にこうきっかけで自分のなんか生きやすさとかね、うん、きっかけになればいいなぐらいの、ちょっとなんかなぐらいに思ってたんやけど、しろちゃんから聞けたしめちゃくちゃなんか聞いてた。
嬉しい。ほら、ジェリービーンズさんの曲。ああ、ありがとうございます。でも、あれですね、僕もそうですね。僕、終わりの日旅っていう曲が、多分、上京する、してすぐぐらいの時かな。東京、あの、埼玉ですけど、行ってすぐぐらいの時に、めちゃくちゃホームシックになって、それ心がね、路頭に迷ってたんですよ。寂しすぎて。その時にね、なんか、聴いてめちゃくちゃ感動しましたね。へー。NG って方はまたチャットに書いておいてください。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またお待ちしてます。もう本当軽い気持ちで来てもらえたら嬉しいなと思います。おやすみなさーい。おやすみなさーい。バイバーイ。ありがとう。